左足の一歩から沈黙を解き放て。なんとか集中力を飼いならせ、吠えるのは内に潜む魔物を払うためだ。運命と偶然問いかけと答えが交わって、合図が鳴る。嘘をつかないし嘘はない、そして生まれた奇跡が明日を作ってゆく。いよいよ最